ブチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。おはようございます。メタンはドンキホーテでよく買うものってある？そうね、特にないわね。そんな、いろいろあるのは聞いたことがあるんだけど、雑貨店ってイメージなのよね。今までいろいろ紹介してきたけど、近くにスーパーがあるから行く必要がないってのもあるのかしら。他にはない商品もあるけど、どうしても欲しいかって言われるとそうでもないのもあるよね。動画にはしてないんだけど、カップヌードルが一番安いお店はどこか調べてたんだよ。今って普通のでも180円くらいするわよね。8月末くらいに行った時のレシートなんだけど、シーフードが178円なのにカップヌードルが148円って時があったんだよ。期限間近とかそういうのじゃなくて普通に安かったの？そうなんだよ、148円ってかなり安くて驚いたのだ。カレー味はないのね、買わなかったの？なぜかカレー味は200円を超えてたんだよね、不思議なのだ。こういう掘り出し物に出会えるチャンスがあるのは面白いと思うのだ。でもドンキホーテの食料品ってどうなのかしら。じゃあ今日はこれを買ってきたから食べ比べてみよっか。え、ドンキに卵って売ってるの？しかも情熱価格って書いてあるわよ。慌てない慌てない、まずはトップバリューの卵だよ。ビタミン E 入りって書いてあるわね。トップバマークが入ってたのがこれだけだったんだよね。値段は258円だよ。値段的にどうなの？他にもあったけど、これは安い方かな。一時期300円くらいまで行ったことを考えるとちょっと落ち着いてきたね。200円くらいになる日はまだまだ先になりそうね。じゃあドンキ卵の方を見ていこうか。すごいわね、生卵にドンキのマーク。毎日当たり前に食べるものだから安心が肝心。赤鶏を木作産配合飼料で育てた。卵特有の匂いが少なく、コクと甘みが広がる。指定農場の高い管理基準で採卵した赤鶏の卵。卵でも長分は健在なのね。値段は278円だよ。ドンキの方が20円高いのね。入ってるパックは同じっぽいね。ほんとだわ、使いやすいのかしらね。じゃあいつものように重さを測ってみよっか。最初はトップバネ660g。 ドンキの方はどうかしら。 632g。 ドンキの方が20円高くて 30g 少ないのね。ダメじゃない。これは困ったね、味で比べるしかないね。アルミホイルを巻いてどうするの？温泉卵を作ろうかなって思ってるのだ。鍋を2つ用意するのは面倒だから、名前を書けば1つの鍋でいけないかな。こんな雑なやり方でうまくいくのかしら。ちょちょいと沈めたら火を止めて蓋をして7分待つよ。氷水で冷やしたら完成なんだけど、うまくいってるのかな。じゃあ割ってみるね。ダメだ、ゆで卵になってる。君がドラゴンボールみたいになってる。これはドンキ卵の方も。やっぱりピエン。なんかすごいね、食べられるとは思うんだけど。まずは何もつけずに食べてみるね。いただきます。はい、どうぞ。ふむ、卵なのだ。でしょうね。ドンキ卵はどうかな。どっちも美味しいのだ。何もつけてないのに意外なのだ。塩分大好きなあなたが塩なしでもいけるのね。偶然だけど、この茹で加減が良かったんだろうね。ねっとりした黄身の舌触りだけでおかずになるよ。ちょっとだけ特場の方が濃いかな。味の違いはあったんだ。同じかなって思ってたんだけど、意外と違いがわかるもんだね。たまには食材の味だけを楽しむのもいいかもしれないわね。鶏の卵を食べるようになったのは江戸時代に入った頃。どこの家庭にも普通にあるようになったのは昭和30年頃なんだって。今日は文化の日、料理で最初に作ることが多いゆで卵を食べてみるのもいいんじゃないかな。本当は温泉卵を作りたかったのよね。リカバリーしやすいのも卵のいいところなのだ。じゃあこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。そうそう、星評価は味はいいけど値段差で、トップバ星5でドンキ星4かな。